はい。日々、ヒルビール放送局。今日のアウトプット。今日も、マコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストは、日本ダイエット健康協会の公認ストラクターを目指している、マコネーが、いつもね、勉強しているテキストをもとに、皆さんに内容をシェアしていくというものです。なので、ダイエットの勉強だと思ってお聞きください。えっと、今日は、第4章、体脂肪率。 の基礎知識。今、体脂肪率って言いそうになったね。<laughs> で、15問目。で、体脂肪率の基礎、体脂肪の基礎知識は今回で終わりです。次回から新しい章になっていきます。では、今日の問題はというと、分解された体脂肪は使わなければ元の部位に戻る。なんか、確率悪かったですね。<laughs> 分解された体脂肪は使わなければ元の部位に戻る。 ま、つまり、えっと、ね、脂肪として蓄えられているものを分解して使おうとしたんだけども、使わなかったから、エネルギーとして必要なかったから、元のところに戻るかどうかってことですね。さあ、早速内容をか、内容を確認しながら答え合わせをしていきましょう。まずその前に、まあ、そもそもね、あの、体脂肪が消費される仕組みの基本として、 えっと、食事摂取された脂肪は、小腸で吸収されて血中に入った後、必要に応じて酵素の働き、中,中性脂肪として脂肪細胞に貯蔵されるっていうことを、もう一回確認しましょうね。うん。で、その上で中性脂肪をエネルギーにするっていうことが今日の話題です。 まあ、あの、みんな、決して好きな人はいないと思う、中性脂肪なんですけども、中性脂肪も、あの、必要に応じて、また分解して、えっと、いろんなのに、エネルギーとして使われるんですが、まあ、それがね、まさにダイエットってことだと思うんですけども、うん。その中で、えー、っと、中性脂肪は、必要に応じて、再びね、酵素の力で、有利脂肪酸と、グリセロールに分解されるんです。はい。そう。分解された後に、 もちろんね、あの、もうエネルギーが必要だってことで分解されたわけですから、どちらも、えっ、ー、と、エネルギーとして消費されること前提なんですけども、でも、残っちゃう場合もあるわけですよね。残った場合は、もう一回、中性脂肪として再合成されます。はい。で、えっ、ー、と、体内のエネルギーの消費方法としては、次行きましょう。ここはね、えっ、ー、と、 酵素を必要としない無酸素システムと酵素を必要とする有酸素システムに大きく分かれる。まあよく、有酸素運動と無酸素運動ですね。ちょっと分かりづらい言葉で書いてありますけど、まあ言ってしまえば有酸素運動か無酸素運動っていうことです。そこはね、まあ酵素を必要とするかどうかっていうことで分かれてるんですって。で、まあね、あの、有酸素運動が、まあエネルギー消費に適切。 適、適切適施適、適施設え、適してる <laughs> あれちょっとご飯食べ過ぎたかな適してるかっていうのはどういうことかというと、先ほど言った、あの、有利脂肪酸をエネルギーとして消費するには、有酸素運動が適切なん、適切っていうか有効なんです。 まあ、それで、有酸素運動はエネルギー消費に適しているって言われるんですね。はい。じゃあ、使わなかった。使わなかった。まあ、今日の本題の使わなかったエネルギーはどうなるかというと、実は、実は何事もなかったように、元あった脂肪細胞に戻っていくんです。これを細胞性と言います。つまり、今日の問題をもう一回振り返ると、分解された体脂肪は、使わなければ元に戻る。 丸か、バスか。元の V に戻る。ですね。丸か、バスか。つまり、丸。そうです。元に戻っちゃうんです。なので、まあ、あの、分解された以上使ってあげたいと思いますよね。<laughs> はい。そんなわけで、今日のテキストはここまでです。はい。今日の問題はここまでです。で、明日の問題はというと、 明日からですね、第5章、カロリーと栄養素とダイエットっていう大きな話題になっていきます。その中の問題16として明日の問題は、単品ダイエットを長く続ければ体調が崩れる。まるかばつか。まあ、単品ダイエットって、まあ、今でも、昔からまあいっぱいありますけども、私がすごくパッと思い出すのは、リンゴだとか、納豆だとか、アドカボとか、ま、いろいろありますね。 はい。まあ、そればっかりを食べ続けると、体調は崩れる、丸かバツかっていうことになります。さあ、皆さん、また明日まで考えてみてください。そんなわけで、えっ、ー、と、今日もここまでになりますが、明日からまたちょっとね、デザインを変更して、ちょっとバージョンアップしたいなと思ってます。せっかく第五章なので。と言っても、ちょっと、 ちょっと今週バタバタしてるので、もしかしたらちょっと色を変更してバージョンアップした振りとか、ちょっと写真を変えてバージョンアップした振りとか、まあなんちゃってバージョンアップになるかもしれませんが、明日また楽しみにしててください。もちろん明日のアウト、今日のアウトプットも毎日お昼12時から配信になります。こんだけで。皆さん、また明日。またね。バイバイ。